はい、どうもこんにちは、コンカーです。全力でやってくるわ。はい、ということで今回はあのロンさんとスマメイトで当たった時の様子を動画化したいと思います。ロンさんについてはね、私が改めてご紹介差し上げなくても、もうその圧倒的強さから多くの方が大会、それからスマメイトでその強さをね、実感ご存知だと思います。ですが改めてご紹介すると、ロンさんはスマメイトにおいて言うなれば第2期、第4期、第5期、第8期、9期、12期とこの6回において全スマメーターの中で最終的にレートが一番高かった方ということで実績に残っております、ね、今までスマメートって13回行われているので、そのうち6回となるとね、まあ約半分についてはロンさんが1位を取っちゃってると、まあ、それぐらいの化け物級の強さだという方と今こちら対戦しています。ここの空母見てください。ジャスがして空母当てていくと、このいいプレーが出てまずは先行していくので、このまま押し切りたいというところですが、さあこの後どうなるでしょうか。ちなみにこれは生放送でね、まあ左上に書いてある通り、私のレートが2024の時にロンさんと当たった時の対戦の様子でございます。で、あのこれで、ね、全く私が喋ってないので生放送かどうかよくわからないと思うんですけど、これ生放送ですね、軽く放送事故レベルで黙っておりますが、もう対戦相手がロンさんということで全然もううまく喋ることができず、もうただひたすら黙って一人で家でやってるかのようなね、そういう集中力で今ロンさんとの対戦に臨んでいる状況です。で、それに私が今こうやって後付け実況をさらにプラスでつけてるという感じです。それにしてもまあ1ストを失うところまで、あーっと、あー、ここで空母でバーストされ返してしまうと。ですが、まあ喋らないね、この人は。本当に生放送って言われてもこれわからないぞっていうね、説明しなかったらこれただのリプレイだと思っちゃうよね。名前はついてるけどさ、それぐらい喋らないこの人。まあでもね、ロンさんが相手だとね、もうそんなね、もう配信者だとは分かっててもね、もうね、喋れない。もうスマメイト半分1位の人ですからね、どういう強さなのっていう。もうその人と戦ってるんだ。もう私っていうか、ぶっちゃけもうロンさんってみんな知ってると思うんですよ。だから私も当たった時も感動して、もうそもそもロンさんと対戦するところまで行くのが大変だからね、スマメイトで。その自分のレートの近い人と基本的に当たるんだけど、スマメイトはその人のところに行くのが大変なんだから、もう今私はね、かねてから見ていたあのロンさんと戦えていることにも光栄の光栄の極みぶんぶん丸だよ。そういう状況だからもうね、噛みしめてるんだよねこれね。全然喋んないから、もうずーっと俺が後付けで喋ってるわけ。後付けって何なのっていう。後付けって元があって後があるっていう状況なの。後付けで全然、後付けじゃなくて後のみだ、後オンリー。さあそんなことを説明している間に、まあ私がなぜか1ストックになっております。さあ崖がめちゃめちゃ追い出されて、下からすくい上げるように復帰していく。ただね、 120% のロンさんとなる120% のロンさんではなく 120% のカービィともなれば非常に軽いですので、スカシオコビーでバーストできていく。いいぞ、なんとか1ストに持ち込んでいく。ここでやっと本人よしとね、一言喋りましたね。これが限界です。とはいえ 84% でだいぶリードを取られています。空車に気をつけながら下からすくい上げるように復帰して、崖外ファイヤー、これも全く聞くことがありません。ロンさんもね、このファイヤーはね全然聞きませんでした。大体の人これ聞いてくれるんですが聞かないんですね、初回から。危ない。あの空車には気をつけなければなりません。クッパの体重に関係なく即バーストしてみましょうかね。さあスカシオコビー決めていって、さあこのファイヤーはダメだ。いやー、ここで吸い込んで崖外出されて何をするか、こねてよこれが一番でかい、これが俺の実況。だから分かった、ちょっとこれでやってみよう。なんか本人にね、何か1戦目から作戦をボソボソ練り直しているようですが、これで2戦目でございます。スマメイトはね、最大3回先に2本取った人が勝ちというルールですので、1回負けてもまだ次がありますね。2戦目見ていきましょう。強い人は総じてそうなんですが、こうやってスマメイトのようにね、2先と呼ばれるような複数回試合を行うシーンにおいては、ただ単純にその人がそのまま強いというのももちろんなんですが、学習能力、対応能力といったところもえげつないわけです。これができないと、って言って、何で驚いたの君は何がええなんだよ何がええなんだよな、この人。で、そうだからロンさんは、まあ、結論から言うとめちゃくちゃ対応してきます。これにビビりましたね。さっきは1スト同士までなんとか持ち込んで、自分なりには結構ベストを尽くしたね、そういう戦いができたっていう感じではあったんですけども、この試合はね、まあね、まあっていう感じですから、本当に。ああ、もうほらこの復帰阻止、さっき何回もかわしてきたの俺ね。あれは私が上火のタイミングとかジャンプのタイミングをこうバラバラにしてたから食らわなかったんだけど、もう今一発目でもうチョンってやってピーンって言ったでしょ。もうそんな感じ。危ない、危ないもうだからもうカービィのこのね、これはさっきね変えたところ、うん、このケツはね、まあ、細かすぎるので説明はしないですけど、あれは当たるという判断ができてたのでやりました。なんでかっていうと、ロンさんね、私が崖でファイヤーをするのを待ってね、崖離し後ろ向いて1回引いてから
あの戻ってくるということをやってたんだけど、そしたらケツが当たるようになってことでケツやりました。いい感じでまずは2ストック目まで落ち込んでいく。ここまではまだいいですね。空前で一回ちょっかい出しておいて、ウェビーショットスがそこに DA が置かれている。危ない、吸い込まれるかと思いきや、下からすくい上げるように復帰していく。いいぞ。これが機能しないんだよな。そう、これが機能しないって言ってるのはですね、ジャンプ上がりに対して空前を置くってことが私読みでやるんですけれども、ロンさんが必ず崖離しにしろ崖上がりジャンプにしろ、あのラインを上げてこないんですね。むしろ下げるぐらいの勢いで上がるので、こっちのこう差し込みがね入らないように上がってくる。これがカービィの多段ジャンプの強みなんでしょうけどね。この辺が非常にきつかったですね。さあ後ろに投げられていく。危ない、ケツが崖に捕まって。さあ皆さん、この動画の残り時間見えますか？マジ？残すところあとわずかとなっております。先に申し上げております。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。空前決まって、投げ決まって、空前決まって、空前決まって、 DA カス当たり、空上からの空前決まって、吸い込んで踏みつけてブー。何それ、ヤバすぎ、ヤバすぎでございます。ということで今回はスマメイトで半分全全一のロンさんと対戦してみた動画でした。ロンさん対戦ありがとうございました。またね、こういった動画出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。さよなら。